質問、広告でよくある国が認めた借金救済処置ってやつは本当にあるんですか？本当にあるよ。嘘じゃない。ただ国が認めたっていうのは総理大臣とか国会が認めたわけじゃなくて、結構前に最高裁判所が借金救済の判決を出したって意味だよ。注意、信頼できるのは弁護士か司法書士、他のは詐欺とか闇金かもしれないから注意してね。じゃあ借金救済の仕組みとは、昔は出資法という法律で、金貸し会社は 29.2% 超えてリスク取ったら犯罪ねってなってた。だから金貸し会社は 29% ギリギリまでリスク取ってたんだよね。でも同時に利息制限法っていう法律では、利息は 15% から 20% までねってなってる。これは違反しても犯罪じゃない。犯罪じゃないなら 29% とかのリスク取っちゃえって金貸し会社がやってたら、ある時最高裁が 15% から 20% を超えたリスクを払っていた人は取り戻せるって判決出して、その日からお祭り騒ぎさ。借金なくなるわ。払いすぎてたリスクは逆にこっちがリスクをつけて取り戻せるようになったわ。で、世に言う過払い金ブームの到来ってわけ。弁護士とか司法書士に依頼する人が増えて、弁護士の広告もバンバン出るようになった。だから本当に借金で困ってるなら、広告をプチッとなってして弁護士とか司法書士に相談したらいいと思うよ。僕はやってないけど。